大変なことになっていた。はい、どうもゆっきーです。今回ですね、先ほどちょっと不意にね、ちょっと久々に、あ、そういえばカブトの幼虫どうなったかなと思ってね。まあ、大体1ヶ月ぐらい経ちましたかね。前回の確認したのが、カブトムシの幼虫は、これいつ入れたんだっけ、これ。あ、9月の29日ですね。に入れたやつです。まあ、大体、1ヶ月ちょいですね。1ヶ月と2日ぐらい経ちまして、はい。そんぐらい経ったんですよね。で、その時が確か小ささ、丸まってる状態こんぐらいだったんですよ。でね、ちょっと見てみるかと思ってね、今ね、ふとね、開けてみたら大変なことになっていた。いいですか？皆さん。1ヶ月前はたったのこれぐらいだったのに、確か2例だったんですよ。4人全員2例になって2匹が昆虫マット。これ、ダイソーの昆虫マット。で、もう3匹はクヌギ伝説に入れたんですよ。はい。2例だったんですよ。こんぐらいだったんですよ。本当に。丸まってる状態こんぐらいだったの。でね、今見たらね、バケモンになっていた。じゃーん。あれ。3例になっていた。しかも、でかさが半端ね、あ、潜ってた。これ、ケツ。これ、見て。すっげえことになってる。すっげえことになってる。なんだ、この爆発的な伸びは。びっくらこいた。マジでびっくりした。ちょっと待って。やべやべ。ちょっと。手が震えた。ゴキブリをこの中開けたらゴキブリが入っていたぐらいの驚きがあるんだけど、すげえことになってる。1ヶ月でこんなに成長するのかってレベル。これカブトムシさ、幼虫から飼ったことなかったから分かんなかったけど、いいっすか、カブトちゃん出てきておいで。カブちゃん、カブちゃん、出てきておいで。傷つけたらあかん。ケツが見えん。ほら。ケツが見えん。どこだ？ 2匹入れといたんですよ。これちょっとあれだな。これちょっとあれだな。なんか、リスナーの人にね、言われたんですけど、あんまりほじくり返したりすると、あんまりよろしくないっていうことをね、聞いたんですが。ちょっと掘ってみましょう。でっけえ。これ。このでかさ。これ。何センチこれ。10倍ぐらいになってない。丸まってる状態、だいたい、4センチ。1ヶ月前がだいたいこんぐらいだったから 1.5 センチぐらいだったんですよ。3倍から4倍ぐらいになってる。でっけえ。これ完全に3例ですね。
三霊幼虫になってます。最終進化系です。三霊幼虫、最終進化系。幼虫の最終進化系です、これは。でかい。俺の指の太さより、太いですね。すごい。こいつです。ダイソーの、普通の昆虫マットってやつ。昆虫マットっていう昆虫マットの、中に入れた子ですね、こいつはね。うん。でっけえな。体の中身真っ黒だぜ。ということでね、あんまりね、あれなんで。まあ、2匹入れといたんで、1匹も多分、もう1匹も多分、同じような感じで、育ってるんではないかと思われます。うん、で、12月ぐらいになったら、もう寒さで、動かなくなるっぽいんで、12月ぐらい、あと1ヶ月ぐらいしたら、マット交換。今のところは、このマットの表面に見ると、まあ、うんこが、ちらほらあるけど、これうんこですかね。まあ、びっしりになるらしいんですよね。多分、これがうんこだな。これがね、多分分かりづらいかもしれないけど、丸いね、ゴキブリのね、卵みたいなやつ。がうんこだと思うんですが、まあ今のところそんなにないですね。うん。で、うんこするときにね、この幼虫はね、上がってくるんですよ。で、さっき開けたときにね、もう上がってきてたんですよ。まあいわゆるうんこしましたよ、みたいな。幼虫ってすごいね、偉いっていうかね、偉いんですよ。ちゃんとトイレはね、上に表面に上がってうんこするんですよね。カブトムシはね。あと表面に出てくるとしたらですね、まあ、酸素が足りない。まあ、発酵しちゃって、マットが発酵しちゃって、そのせいで、酸素が足りなくなってる状態ですね。まあ、僕のこのマットは、まあ、天日干しもしたんで、特に再発酵はしてないようです。まあ、もう一匹の方は、まあ、安静にしときましょうかね。あと、気になるのは、クヌギマットの方です。クヌギ伝説の方ですね。まあ、どちらがね、でかく育つかっていうのを、まあ、検証してる、わけなんですが、おそらくクヌギ伝説の方は、ここまで成長してないと思うな、さすがに。俺はね、俺はそう思うよ。でね、関係ないんですけど、俺ダイソーのね、ダニ取りシートみたいなの買ったんですよ。ピンク色のやつ。それをね、それの効果があるのか、この下に敷いといたんですよね。そのダニの取りシート。それまでは、このところにダニがね、こう、うろうろしてたんです。これを蓋してたから良かったんですけど、入ってこなかったんですけど、この防虫シート。これがね、すごいね、ダニにね、役立ってる。ものすごい役立ってる。入ってこれないんですよ。なんで良かったですけど、やっぱりダニは外からも入ってくるんで、まあ、基本的にダニは今見た限りだと湧いてないんで、やっぱり天日干しの効果があったということでしょうね。まあ他の動画でね、なんかデュビアを育ててる人が、なんかダニが繁殖してすごいことになってるっていう動画で100均のマットを使ってるらしいんですよ。それで大量に湧いてるって言ってましたけど、僕は基本的に天日干し3日ぐらいね、してるんで、全くそういったことはありません。
まあ、マットもそれなりに湿ってるんで、まあ、これ以上霧吹きは必要ないと思います。そしてこちら、クヌギ伝説のマットですが、大丈夫か？ダニかと思った。なんかでかい茶色いやつがいるなと思ったら、ダニかと思った。違う。ほいっと。ん？あ、いましたね。いました。ここにいるわ。ういー。あ、ちっちゃい！これ三例か？三例になったばっかか。あー、やっぱさっきの、クヌギ伝説のやつはちっちゃい！これ。ほら。さっきのやつの二分の一ぐらいだ。だいたい、丸まってる状態で、ちょっと測ってみますね。ちょっと待って、ね。丸まっている状態で、の直径を測ってみますと、だいたい、2センチだな。ああ。ほとんど成長してませんね。以前見た時がだいたい 1.5 センチから1センチ。1センチぐらいだったかな？ 1 センチから 1.5 センチの間ぐらいだったんでね。見た感じ、ほぼ成長しておりません、こいつは。うん、で、今、うんこしましたね。びっくりしてうんこしました。他のやつも多分、まあ似たり寄ったりだと思いますね。見た感じだと、多分そうだと思うな。まあ、いいでしょう。やっぱり あれですね、クヌギ伝説は、伝説とは一体何だったのかっていうレベルで、他のね、検証してる人がいましたけど、その人と、言ってることとほとんど同じです。ただ、その人は、なんか、明らかにちっちゃくて、なんか、ね、もうこの時点でちっちゃいし、明らかにその他のマットと比べて、全然育ってなかったから、もう実験を中断してたみたいですね。中断して、もうやめたみたいな。もうこれ以上、もうやる必要はないでしょう、みたいな。感じで、言って、もうね、クヌギ伝説はもう捨てたっぽいですけどね。確かブログで、そういう、俺と似たような企画やってる、ブロガーの人がいたんですけど、それに比べると、まあ、僕はそれをすることはないです。このまま続けます。実験続行です。実験というのはですね、やり遂げなきゃ実験にならないんです。当たり前なんですけど、その当たり前のことを分かってない人がね、多すぎる。うん。実験というのは、すべての結果の集合体ですから。ね、一個でも欠けたら意味ないんですよ。俺いいこと言った。いいこと言ったわ。いやでもびっくりしましたね、本当に。もう2倍ぐらい差出てますからね、今ね。クヌギ伝説が2センチ。で、カブト、ダイソーの昆虫マットっていう昆虫マットが4センチでしたっけ？びっくりゴキマロだよ、マジで。でかすぎだろ。だって、入れた当初が 1.5 センチか1センチだったんだぜ。何倍、体重で換算したら何倍になってんだっていう話。しかも体重計まだ届かねえし、体重計っていうか、測りまだ届かねえんだけど、アマゾンいい加減にしろよ。マジで。精密測りっていうのを買ったんですよ。0.1 グラムまで測れるやつね。前買ったんですけど、
1個目買ったんですけど、なんと、関税に引っかかって、海外からの取り寄せらしくて、関税に引っかかって、届きませんって言われて、メール来たんですよ。で、返金処理してもらって、で、2個目、また買ったんですけど、1円玉を乗せたらですね、0.8g とか 0.7g って表示されるんですよね。1g、1円っていうのは 1g で固定なんで、そんなことありえねえってことで、返品しまして、ふざけんなと。言って返品したんです。でね、今3つ目ですね。3つ目を今買ってるんですけど、全然届かないんですよ。マジで。体重測定したいんだけど、昆虫だとさ、やっぱりさ、0.1g って重要なんですよ。昆虫って基本的にちっちゃいから。ね。で、俺、ムカつくのが、タニタの測りだとあれ 1g までしか測れないんですけど、タニタって、まあ、すげえ有名なメーカーなんだけど、0.1g まで測れるやつが高いのよ。あれ3000円くらいしなかったっけ ?2000円か3000円くらいするんですよね。1g で測れるやつは1000円くらいで買えるんだけど、3000円か2000円くらいするのよね。だから、そんな金ないんですよ、僕は。僕ちん貧乏だから金ないんですよ。で、でもね、でね、1g、最低 1g 測れるやつっていうのは、0.9g とかでもう下手したら 1g、違う、0.5g でも、もしそれがですよ、その対象が 0.5g だったとしても、1g って表示される可能性ありますよね。当然ね。多分、視野誤入かそこら辺でしょ。おそらくああいう測りって、最小 1g だと視野誤入で、0.5g 以上だと、1g って表示されるでしょ。それが腹立つから俺 0.1g にしたいんですよ。0.1g まで測れるやつにしたいんです。全然違うんですよね。1.5g と 2g じゃ全然違うんですよ。この昆虫が対象だとね、やっぱ昆虫ってね、すごいちっちゃいんで、動物とかとね、違って、ちっちゃいんですよ。だから、グラム的にね、やっぱね、やっぱ 0.1g で測れるやつじゃねえと俺納得できねえんだよな。ということでね、長々と言いました。まあ、今現在のところは、あれですね。ダイソーの昆虫マットの方が圧倒的に勝っております。クヌギ伝説どうした？伝説見せつけてやれよ。いや、こっから挽回するかもしれんぞ。クヌギ伝説はな。わからんけどな。わからんぞ、まだ。あんだけお前、1センチのやつがさ、4センチになったんだからな。びっくりしたよ。開けたらさ、うんこしててさ、上に出てきてたのよね、さっきのやつ。ブーンって、はって、想像よりさ、明らかにでかくなってんの。こんぐらいにでかくなってんの。化け物かよと思ったね、一瞬。ゴキブリを発見した時のびっくりさよか、上だったわ、マジで。1ヶ月でこんな成長するんだね。すごいよね。体重多分4倍どころじゃないよ。だって。大きさ直径1センチのやつがさ、4センチになったからって単純に4倍っていうことじゃないんですよね。当然、縦横斜め2倍2倍ですから。縦かける横かける高さで、12倍ぐらいになってますよね、多分ね。おそらく。体重の多分変化は多分12倍ぐらいになってます。おそらくね。すごいな、昆虫。カブトムシ。さすがやど。さすがカブトムシ。ということでね。飼育何日目か忘れましたけど、書いときます。それではね、ご視聴ありがとうございました。